インコのためのボランティア、ハッピーインコです。インコに興味のある人もない人も、インコを飼っている人も飼っていない人も、これから飼うかもしれない人も、インコのことを知ってほしい、インコってこんななんだって分かってほしくて、無料でボランティア講演をしています。今日はテスト動画を撮っています。ハリ君こんにちは。こんにちは、ハリ君ちょうだいちょうだい、こんにちは、ちょうだい、はい、どうも、はい、ハリおいで。はい、今日のパートナーを紹介しましょう。ユニコーンゴーインコのハリー君です。ハリー君おいで。うん、いいね、ハリー君。ハリー君、バンザーイ。バンザーイ。もうすごいね、ハリー君。コンゴーインコは体重1キロぐらいになります。大きさは1メートルぐらいになります。インコの中で一番大きくなる種類のインコさんです。はい。ステップダウン。今日はよろしくね。握手。よろしく。ありがとう。次のパートナーを紹介しましょう。黒原インコの朝ちゃんとクラちゃんです。こんにちは。白原インコはインコ好きさんの中でとても人気のあるインコです。ラテン系で陽気な性格のインコで楽しい動きをしてくれます。バンザイバンザーイ。あー、偉いね。上手上手でした。じゃ、クラちゃん握手。はい、ありがとう。上手。今日はよろしくね。はい、インコとオウムの違いって分かりますか？インコとオウムの違いは冠羽があるかないかです。冠羽バネでも読みます。ハリー君は、ハリー君や白原インコさんは冠羽バネがありません。なのでインコです。写真のようにオカメインコさんやキバタンは冠羽バネがあります。冠羽があります。なのでオウムです。どちらも素敵なコンパニオンバードです。良いパートナーになってくれます。オカメインコなのにオウムなんですね。インコは頭が良いの？鳥頭なんていう人がいますが、動画を見てもらいます。オウムさん、道具を使って餌を取っています。手繰り寄せてうまく取れました。この人はドクターです。研究のために動画を撮っています。このオウムさん上手ですね。うまく寄せて取ってくれました。この人有名な先生です。枝を折って用意して、上手に手繰り寄せて、頑張れ。お、足も使って取りました。うまいですね。あら、欲しかったの？欲しかったの？インコは頭が良いです。脳のニューロンの密度が同程度の霊長類と比較して2倍、マウスと比較して4倍あります。道具を使ったり人の言葉を喋ったりするので、インコはかなり頭が良いと言えます。インコやオウムはコンパニオンバードと言われています。手に乗って飼い主さんと遊んでコミュニケーションを取るのが大好きです。飼い主と一緒に暮らすことが彼らの喜びになります。またインコやオウムは知能が高くて賢くて愛情深いので、犬や猫と同じように生活を共にする家族の一員になります。正しく接すれば素敵なパートナーになります。次はインコさん噛みませんかという話です。たくさんの人に聞かれるんです。インコさん噛みませんか？大きなくちばしです。力強そうです。噛まれたら血が出そうです。骨が折れそうですね。ハリ君すごいね。ハリ君の動画です。ハリ君いいね。動画だよ、ほら、ハリ君の動画。ハリ君が木材をですねバリバリって取ってますね。すごいですね、ハリ君。そうですね、答え噛みます。インコさんが噛まれると涙が出るほど痛いです。飼い主さんは我慢に我慢を重ねて血だらけでですね、なんていうことはないんです。インコにはくちばしがあって基本的には噛んだりついばんだりする生き物です。でも噛まないようにしてもらうためにいい方法があります。問題です。噛まないようにしてもらうためにはどうすればいいでしょうか？1番、怒る。こらこら、大きな声で怒って嫌がっていることを伝えます。2番、睨む。黙って睨み続けて噛んだことを後悔させます。3番、息を吹く。顔に息を強く吹きかけてびっくりさせます。4番、泣く。人が弱って泣いたふりをして心配させます。5番、無視する。知らんぷりして無視します。さあ、答え分かりますか？答えは5番、無視するです。びっくりした。あー、びっくりした。はい、答えは5番、無視するです。意外ですか？
インコさんから噛まれた時に、痛い、こら、ダメよ、ダメダメ、痛い痛い、こらって怒っても、インコさん日本語の痛いの意味が分かりません。あ、人が話しかけて見つめてくれている、嬉しい、もっとかもーってなります。逆に知らんぷりすると、ここに置いてですね、知らんぷりすると、あら、噛んでも面白くないな、噛んだら面白くないんだなというしつけになります。インコさんは人のリアクションが大好きです。大声を出したり睨んだり泣いたり、全部人のリアクションです。噛んだら人のリアクション楽しい、人も喜んでるし、もっと噛んであげようってなります。そうでしょ。逆にインコさん無視されるのが大嫌いです。噛んだら知らんぷりをします。噛んだら無視されちゃった、ノーリアクションかよ、面白くないなってなります。ここでインコさんと仲良くするための重要なポイントがあります。インコの特性です。インコさんには好きなことと嫌いなことがあります。好きなことは褒められて注目されてご褒美をもらうことです。嫌いなことは無視されること、やっても無駄なこと。実は怒ったり睨んだり痛がったりも全部人のリアクションです。インコさん大喜びします。怒ってもダメ、体罰もダメ、全て逆効果です。で、人にとって都合の良いこと、いわゆる良いことをしたらすかさず褒めてご褒美をあげます。人にとって不都合なこと、悪いことをしたらすぐに無視して知らんぷりをします。インコと付き合っていく基本です。人がインコに合わせないといけないんです。行くよ、バンザイして、バンザーイ、あー、ありがとう、偉かったね、上手でしたね、サンキュー。はい、おいで、おいで、おいで、はい、じゃあ君は前回りしよう、行くよ、前回りするよ、前回り。あー、上手でした、すごいね、偉かったね、ありがとうね、上手でしたね。じゃあここに降りて、はい、どうぞ。はい、この動画ですね、インコさんを呼んでみました。おいで、おいで、来てくれたからすぐに褒めてご褒美をあげました。人にとって良いこと、いいことしてくれたら、してほしいことをしてくれたらすぐにご褒美をあげます。ありがとうって声聞こえませんけどね、ありがとうって言ってるんですね。握手してくれました。大花インコのおすけが握手してくれました。すぐにご褒美をあげました。さあ次は甘噛みのお話。ハリコ甘噛みしてますね。ハリコ甘噛みしてます。甘噛みと言って痛くなくて噛んできたり、くちばしを近づけてきたりして可愛らしい仕草をします。あなた痛くなくて噛むなんて偉いわねって言っていると、手は噛んでいいんだと思ってガブッと噛むようになります。甘噛みさせていると噛み癖がつくんです。血が出るほど噛むこともあります。触れ合うときは甘噛みさせないように、甘噛みされないように触れ合うようにしましょう。とっても大事な大前提があります。とっても大事な大前提があります。インコの嫌がることをすれば噛みます。確実に噛みます。嫌がることは人と同じです。急に背中を触ろうとしたり、関係ないのにくちばしを触ろうとしたり、人間も一緒です。急に誰かに背中を、体を触られそうになったら嫌です。急に顔を触られそうになったら嫌です。捕まえて檻の中に入れられそうになって、これも犯罪ですね。人の嫌がることと同じです。嫌がることをすると噛みます。はい、おいで。おいで。はい、偉いね。さあこれ動画です。オカミインコさんが3話出てきます。最初のオカミインコさん、撫でさせてくれてますね。あ、気持ちよさそう。撫で撫で撫で。次のオカミインコさん、どうも嫌みたいですね。撫でさせてくれません。ああ、隣の子が怒ってます。隣の子嫌が、嫌なんですね。今撫でられたくないみたいです。嫌がることすればやはり噛むんです。怒ってますね。ごめんね。犬や猫は家畜化されていると言われています。人と共存しやすく優しく進化してきました。しかしインコは家畜化されていません。人と共存しにくいとも言えます。インコは自然の本能そのままなんです。インコはしっかり自分の気持ちを持っています。インコは人に合わせてくれません。インコの特性に人が合わせないといけないです。なのでインコってちょっと難しいんじゃないって思うかもしれません。でもちょっと待ってください。インコさん噛みますけど、インコさん悪くないんです。必要ないときは噛みません。とても知能が高くて賢くて愛情深い生き物です。正しく接するととても素敵なパートナーになります。握り殺されているのは沖縄インコさんですね。可愛らしいですね。じゃあ今回のまとめです。噛まれたらノーリアクションで無視してください。甘噛みさせないように注意してください。インコの好きなことを理解して、インコの嫌いなことを理解します。嫌がることをすればほぼ確実に噛まれます。インコは自分の気持ちと考えをしっかり持っています。人がインコに合わせることです。
正しく接するととても素敵なパートナーになります。あるあるです。ケージに帰ってくれないというお話です。包丁と言ってインコさんをケージから出して遊ばせてあげないといけません。本来大空を自由に飛び回るインコさんは必ず包丁が必要です。遊ばないといけないんです。インコさんたち、あーやったー、今から包丁タイムだー、慌ててスタスタって出てきてますね。嬉しそうですね。遊んでます。ハリー君と小さな小桜インコさんが遊んでます。かわいいですね。包丁は必ず必要です。で、ケージから出して包丁した後、なかなかケージに戻ってくれないっていうお悩みです。これ多いんです。でもね、ハリー君はね、ケージに入るの上手だもんね。ハリー君上手だもんね。やってみる。ハリー君いいね。ハリー君ケージ入ろう。ハリー君上手だもんね。早おいで。はい、上手。ケージ入れるもんね、すぐね。入る。早開けて。開けない。うん、上手ね、ハリー君。うん、よかったね。どうぞ、ハリー君。はい、どうぞ。うん、いいね、ハリー君。えらかったよ、ハリー君。また後で出ようね、ハリー君。他のインコさんもケージに入るの上手ですね。若毛本性インコ、若ちゃんですね。色変わりしています。変わった色です。入ったらすぐに褒めてご褒美もらってますね。えらいね、上手でした。キソデボウシインコさんです。キソデボウシインコさんも、お、入る入る、入ろう入ろう、じゃあ入ろう入ろう。えらいですね、ちゃんと入ってくれてますね。あ、今ご褒美もらいました。いいですね、入ってくれました。で、ケージに帰ってくれないというお話なんですが、インコさんはケージに入って何かメリットあるんですかということです。答えは、ケージに入ったらすかさず褒めてご褒美をあげる。インコさんと仲良くなるための重要なヒントがここにあります。インコの特性です。インコさんは良いこと、嫌なことが起こったら直前の行動と関連付けて覚えます。3秒以内の直前の行動と関連付けます。例えば、ケージに戻った後何が起きたのかな、いいことが起きたのかな、悪いことが起きたのかな、ということです。悪い例はですね、あー、たくさん遊んだね、たくさん包丁してたくさん遊んだ後ケージに入れます。あー、ゆっくりお休みじゃあねと言って去っていきます。すると、インコから見たらこうです。扉を閉められて飼い主さんがいなくなって、あれ、無視されて、面白くないな、面白くないな、嫌だな。直前の行動は、そうだ、手に乗ってケージに入ったんだった、手に乗ってケージに入ったら無視されちゃうんだってなります。さあ、これ成功ですね。これ良い例ですね。オカメインコさんがケージに戻ってくれたので、この子とっても撫でられるのが好きなんです。なでなでしてます。あ、嬉しそうですね。はい、扉が閉まる時もなでなでなでしてくれてますね。なでなでしてもらって嬉しいね、嬉しい嬉しい、なでなでしてます。とても嬉しそうです。そしてそーっと閉めた後、その後おそらく餌もご褒美をあげます。はい、良い例でした。ケージに入ったらすかさず褒めてご褒美をあげます。偉いね、上手に入れたね。注目して話しかけたり撫でてあげたりして喜ばせてあげるんです。インコさんにとってみればこうです。あ、注目してもらってる、褒められた、ご褒美もらえた、嬉しいな、楽しいな。直前の行動は、そうだ、手に乗ってケージに入ったんだった、手に乗ってケージに入ったらいいことがあるんだ。先ほどと同じ行動なんですが、インコさん考え方が全然変わってきてくれてます。で、関連付けのワンポイントアドバイスなんですが、いろいろなトレーニングの基本になります。してほしいことができたら褒め、ご褒美、失敗したら知らんです。で、すぐに褒めることです。3秒以内の直前の行動と結びつけるので、時間が経って褒めても、あ、嬉しいけど、嬉しいな、嬉しいけど、何のために褒められたのかわからない、まあいいかってなって関連付けてくれません。ハリ君おいで、おいで、えらいね、えらいね、ハリ君えらいね。ハリ君も飛んでこれるもんね。ステップだ、いくよ、ハリ君おいで。うー、えらい、ありがとうね、えらかったね、上手上手ですよ。はい、降りて、いいね、ステップだ、握手して、握手、はい、上手、ありがとう、ありがとう、えらかったね。はい、今回のまとめです。包丁は必ず必要です。必ず必ず包丁は必要です。で、ケージに入ったらすかさず褒めてご褒美をあげます。ケージに入れて扉を閉めてすぐに去るのは NG です。良いこと悪いことがあったら直前の行動と関連付けて覚えます。時間だって褒めてもその行動と関連付けてくれないことがあります。いくよ、バンザーイ。うー、いいね、
偉かったね、上手。で、関連付けは全てのトレーニングの基本です。インコのためのボランティア、ハッピーインコです。いつも見ていただいてありがとうございます。私たちボランティアは楽しい無料公演を開く活動します。無料公演の最後には、まとめとして私たちの伝えたいことをお伝えするつもりです。今はプレビュー版として、細切れでインターネット動画を配信しています。プレビュー版の動画でも最後のまとめでは伝えたいことをお伝えするつもりです。ただプレビュー版の動画では細切れになっているので、私たちが一番伝えたいことをまだ伝えられていません。それで誤解を招いてしまってはいけないので、先に最後にお伝えしたいことをお伝えしようと思います。私たちは講演の最後にこういうつもりです。今まで言ってきたことは、まだまだ序の口です。インコを飼うためには自分から勉強しないといけません。本を読んだり、講演会に参加したり、トレーナーさんに聞いたり、自分からインコさんのことを学ぶっていうのが大事なんです。インコさんのことを知らないのは当然です。当たり前なんです。でもインコさんのことを知らないまま飼うのは問題です。飼い主さんやインコさんが不幸になってしまうからです。私たちの講演会では、糞を確認して健康状態を測りましょう。でも実際にどんな糞が健康でどんな糞が不健康なのかお伝えしていません。食事は大切です。でもどんな食事が良くてどんな食事が悪いっていうのは詳しく説明していません。おやつやご褒美があればトレーニングができますよ。でもトレーニングの方法は実際にはお伝えしていません。あなたもトレーナーっていう動画を撮りましたけれど、あれは実は食事とご褒美について話したものです。インコに興味のない方が最後まで楽しんで見ていただけるように、タイトルとちょっと違うところがあります。これは飼い主さん、もしくはインコを今から飼おうとする人が自分で勉強しないといけないんです。自分から勉強していこうという姿勢が大事なんです。まだ飼ったことない人、これから飼うかもしれない人は、あ、インコを飼うには、ちょっと勉強して飼わないとダメだ。飼えるんじゃないかなっていうだけで、お迎えすることはできないんだなっていう事前の知識を知ってもらいたいんです。よく噛みついて検診入らないから、もう包丁できないのっていう方もいらっしゃると思います。飼い主さんの知識不足が飼い主さんとインコの不幸を招くんです。例えば、ラクダを飼おうってなるとみんな猛勉強するんです。何を食べるのかな、どんなところに出るのかな、どんな環境で育てればいいのかな。でもインコさんを飼うと なんとなく飼えるんじゃないかと思ってなんとなく飼ってしまいます。でもインコさんの知識がないと問題行動が起こってきます。そして飼い主さんもインコさんも不幸になってしまいます。このインターネット伝説のご時世に無料動画で配信して動画配信すれば全て解決でしょうと思われるかもしれませんが、ちょっと違うと思うんです。私たちがお伝えしたいのはこの動画にたどり着かない方たちです。私たちの動画を見てくれている方はインコアンテナの高い方、インコのことを自分で勉強してインコのことが大好きでインコの育て方をきちんと知っている方です。その方たちの飼われているインコさんは幸せになると思います。この動画にたどり着かない方たちにお伝えする必要があるんです。インコアンテナの低い方たちです。これ普通の方たちです。インコに興味が特にない方たちです。この方たちに事前にお伝えすることがインコさんの不幸を未然に防ぐことになります。そう考えているんです。なので実際に無料講演でその場に行ってインコの知識がない人、興味がない人にインコってこんなんなんだってちょっと覚えてもらう、この活動が大事だと思っているんです。10人から数十人程度のところに行って実際にインコを見ていただきながら講演します。この参加してくれる方たちはほとんどの方がインコの興味がない方、インコを飼ったことない方です。それでいいんです。余興で構わないです。例えば無料公演ではマサバレーのチームのうちの一人がインコ好きさんで私たちを呼んでくれて、残りのメンバーはインコに全然興味がない、もう1時間くらいなら余興だから見てあげてもいいわよ、それで構わないんです。あ、例えばあるクラブ活動のチームのうちの一人がインコ好きさんで私たちを呼んでくれて、残りのチームの仲間は全然興味がない、でもまあ退屈しのぎに見てあげてもいいかな、それで全然構わないんです。その方たちがインコのことでこうなんだってなんとなく分かってくれればいいんです。その方たちのお子様がインコ飼いたいよって言った時に、んこの前講習会で言ってたな、インコって勉強しないと飼えないんだよ、よく自分で本を読んで勉強しないとうまく飼えないんだよってお伝えしていただければいいと思ってるんです。おいっ子さんやめいっ子さんがインコ飼いたいって言ってたら、おいおいちょっと待って、インコって自分からちゃんと勉強してきちんと飼わないとダメなんですよ、でそれができるなら飼いましょう。例
例えばお子様の上層部教育のためにインコさんをただただお迎えしただけでは不幸になってしまいます。お迎えしてインコさんのことを勉強してインコさんと共に人生を歩んでいくという姿勢がとても大事なんです。実際の講演会は最初から最後まで全てお伝えして、まとめのところで私たちがお伝えしたいことをきちんとお伝えするつもりです。それでは近日中にテレビ動画もまとめのところが入ると思います。どうぞよろしくお願いします。